はい、こんにちは。今日はですね、昨年よりお伝えしてきました韓国の不動産バブルの現状についてお伝えします。韓国の不動産が、特に都市部ですよね、がバブルと言ってもいい状態であるということは皆様もご存知の通りです。ですけれども、今般起きております世界同時株安の影響を受けまして、不動産バブル崩壊の予兆が表面化してきたかもしれません。で、理由は2つなんですよね。韓国の3月の消費者心理指数が2008年の金融危機よりも冷え込み、過去最悪であること。2つ目は韓国で廃業が増えてきまして、安値店舗物件が続出していることです。で、ちょっとニュースを読んでまいりますが、3月に入って消費者心理が非常に冷え込んでいるのが指標を通じて確認された。衝撃が2008年世界金融危機より大きな過去最悪の水準だ。世界経済低迷の影響が消費者心理に及ぼした影響が歴代級と言える。消費者心理指数は100を基準として100を上回れば消費者心理が長期平均2003年から2019年より楽観的、下回れば悲観的であることを意味する。27日韓国銀行が発表した2020年3月消費者動向調査によると、今月消費者心理指数は1ヶ月前より 18.5 ポイント下落した 78.4 となった。世界金融危機が真っ最中だった2009年3月 72.8 以来最も低い水準だ。前月より下落幅は2008年7月統計がまとめられて以来最も大きい。かつてリーマンブラザーズの経営破綻2008年9月直後である2008年10月消費者心理指数が 12.7 ポイント落ちたのが最も大きい下落幅だった。世界金融危機より今回の事態の方が消費者に及ぼした衝撃がより大きかったわけだ。指数の細部項目を見てもどれ一つ大丈夫だと言えるのがない。現在の経済状況を示す現在の生活状況消費者動向指数は前月より8ポイント下落した83で、2012年1月以降最も低かった。生活状態展望83、家計収入展望87、消費支出展望93、現在の景気判断38、就職機会展望64が2009年3月以来最も低い水準に落ちた。2009年3月は金融危機で世界景気が落ち込んで底を打った時だ。つまり消費者が感じる現在の景気と今後の展望が金融危機の時のように悪いという意味だ。世界同時株安によって消費が落ち込んだ上に企業らの生産施設の稼働中断が続くことで金を儲けることも職場に就くことも難しくなったためだ。中略しまして、一方住宅価格展望は前月と同じ112にとどまった。世界同時株安で消費心理が萎縮したが、まだ住宅市場まで揺れるとは見通していないわけだということなんですね。ですので韓国経済の、長期低迷といいますか、経済が低迷する状況っていうのは今後も長引くんではないかと思われます。これは他の動画でも申し上げてきましたように、過去ムン・ジェイン政権が取ってきた経済政策に加えて今回の世界同時株安ということが追加で起こったわけですので、韓国経済というのが現状厳しい局面を迎えているというのは皆様もご存知の通りです。で、今後企業の倒産などがですね、どの程度増えるのかという点が懸念されています。一方ですね、住宅価格展望の数値っていうのは前月と同じ112にとどまっていることから、不動産価格の急激な下落は起きないというふうに、一般的には見ているということなんでしょう。まだこの数値がとどまってますからね。しかし、ここで一つ注目すべきニュースがあります。で、これから読むニュースっていうのは、その企業のですね、経営状況がどうなのかということを読み解く上で一つ参考になるニュースです。最近経営難に耐えきれなくなった店舗が競売市場で安値で売れている。世界同時株安の影響が競売まで広がった。裁判所競売情報業者 CG オークションによると、年初から23日まで鑑定価格の 20% 未満で売れた店舗物件はソウルだけで10カ所に達する。鑑定評価価格が1億ウォンなら2000万ウォンに満たず落札されたという話だ。
衣類ショッピングモールで有名なソウル・トンデムンのグッドモーニングシティショッピングモール6階の店舗 7.3 平方メートルは2月に570万ウォンで売れた。2年間に10回入札が流れ、鑑定価格5000万ウォン 11% 水準まで急落した。同じ月に近隣にあるミリオレ地下2階の店舗 4.2 平方メートルも9回入札が流れた末に1122万ウォンで売れた。鑑定価格7800万ウォンの 14% 水準に過ぎない。注略しまして、 CG オークションをミョンウォン研究員は、最近の世界同時株安の余波で廃業申告する商人が増加しており、競売に出ている店舗はさらに増えるだろうと話した。彼は売り物が増えれば落札価格はさらに下がるほかないと話した。実際に鑑定価格の 5% 水準まで落ちて落札された事例もある。ソウル・シンドリムのテクノマート1階店舗 10.2 平方メートルは鑑定価格2億1700万ウォンの 5% である1040万ウォンで今年初めに落札された。3年間に14回も入札が流れ、価格が急落した。今月の全国の店舗の売却価率、鑑定価格に対する落札価格の比率は 56% で、昨年4月以降で最低水準だ。昨年7月に 74% に急落した。これで終わりではないかもしれない。2008年に金融危機が発生した時は2009年1月基準で 46% まで落ちた。注略しまして、店舗と違いマンションはまだ衝撃を受けていない。6日にウィジョンブ市のノギャンヒルステート85平方メートルが競売に出ると73人が入札に参加した。激しい競合の末に鑑定価格2億7000万ウォンの 98% にあたる2億6545万ウォンで売れた。だが世界経済の低迷が長引けばマンションも持ちこたえるのが容易ではない。経済が沈滞すれば所得が減ったり失業率が増え、ローンを適時に返済できない借入者が増える恐れがあるためだ。不動産アプリ竹板のビッグデータラボ長を務めるハム・ヨンジン氏は、マンション競売も店舗のように売り物が増えて入札流れが増加しかねないと話した。あと省略します。今後ですね、世界経済の低迷の状況っていうのが長引きますと、韓国経済において消費者心理指数の低下っていうのがさらに進行する可能性があります。で、そうしますとどうなるかと言いますと、物が売れないっていうか需要が減っていくわけですから、企業業績の悪化、売上減少ということにつながる可能性があるわけです。で、そうなりますと連鎖倒産などが起きる可能性っていうのは出てきますよね。ただですね、こうした事態に韓国政府っていうのは対策を出してきています。韓国政府は3月24日資金難に陥った企業救済に向けて100兆ウォン、約9兆円ですね、日本円にしてね、の緊急資金投入を決めています。で、支援対象っていうのが零細事業者、中小企業、大企業ということです。またこれとは別に企業に対する融資っていうのを58兆3000億ウォンへと増やすとし、倒産を何としてでも防ぐとしています。ですので、このウォンの投入っていうのはいいんですけど、しかし重要なのはですね、韓国は輸出に依存した国という側面があります。つまりドル建て債務の多い国なんですよね。で、本当に必要なのはウォンというよりドルなんですよね。で、3月26日、韓国銀行はですね、当分金融会社に流動性、資金を無制限に供給することにしたと発表しました。ただ、ウォンを大量に刷ってしまいますと、逆にウォン安を招く可能性というのはあるわけです。そして世界経済の低迷の長期化が懸念される中、ウォン安ドル高傾向っていうのも長期化する可能性があるわけです。で、しかも今外資撤退の流れというのは加速しています。そうしますと韓国の経済におけるドル不足っていうのは今後より深刻化していく可能性があるわけです。で、韓国銀行が言ってるような形で、その無制限に供給するというような、つまりはウォンを多くするということをしてしまいますと、貨幣の価値の下落を招く可能性がありまして、そうしたことでいよいよドルが足りないなどの現象が起きますと、連鎖倒産が起きたり、もしくは会社の倒産を免れるための資産売却の動きということが加速することがありえます。で、連鎖倒産などによりまして、多くの失業者が出るというようなことを招く結果が起きますと、住宅ローンが払えないですとか、そうしたことから不良債権が増えるということにつながります。
しかしですね、こうした事態がもし起こったとしても、今回はですね、韓国政府によるかなり大規模な緊急融資とかモラトリアムということが実施されると思われます。つまり今回の場合、かなり韓国政府による緊急対策というものが個人に向けても行われることが予測されますので、個人の方々が住宅ローンが払えないということが不動産バブル崩壊のトリガーになる可能性というのは低いのかもしれません。問題はですね、別のところにあるのかなと思って僕は見ています。つまりその富裕層とか企業が目先のドル不足解消のために投機目的などで保有していた不動産を資産売却の一環として一斉に売り出すなどの動きが出てきますと、これはバブル崩壊の可能性につながると思って見ています。で、韓国の不動産は多様性にちょっと欠ける側面がありまして、同じような物件が同じような価格帯で売られているといった例が多くあります。つまり不動産の資産としては高額なんだけれども、同規格同金額帯の投機目的の不動産というのがドル確保のために売りに出された場合、それをきっかけとして韓国不動産バブル崩壊というのはあり得るかもしれません。ここで韓国経済にとってキーとなるのはドル不足をどう解消するかということになります。で、これはこの間も申し上げましたように、韓国経済にとってドル不足を解消する最も有効な手段は日韓通貨スワップになります。ですので、こうした状況になってきますと、韓国の政界財界からですね、日韓通貨スワップ再開を提起する動きというのは今後強まってくると思われます。韓国不動産バブル崩壊が起こるか起こらないかというのはですね、韓国にとってドル不足を解消できる日韓通貨スワップ再締結があるのかないのかというところにかかってきているようにも思えます。ただ日本政府としてはですね、韓国政府との間の過去の合意というものを一方的に保護にされてきた事実というのを直視していただいてですね、ここは毅然とした対応をしていただきたくお願い申し上げます。ありがとうございました。